今回のお話は、変態親父に拉致されてしまったしおりちゃん。新道氏と葵は GPS を頼りにしおりちゃんを探すことに。捕まっているしおりちゃんを助けるために変態親父を追いかける。果たして2人はしおりちゃんを助けることができるのか。この動画が面白そうと思った人はチャンネル登録と高評価をしてね。それでは本編スタート。よし、じゃあ次俺が歌うぞ。みんな行くぞ。イエーイ。おい、もっと盛り上がれよ。俺が歌うんだぞ。イエーイ。なんでそんな盛り上がんねえの。じゃあ行きます。俺の18番、 I want you。 うわ、古い。 I need you。 マジで古いやん。あの10、君に会えた。足間違ってるし。どんどん進むよ、リストラがヘビーローテーション。めっちゃ勝手にアレンジしてるじゃん。イエーイ、盛り下がるわ。よし、じゃあ次誰歌う。しおりちゃん歌う。あ、そろそろしおり塾の時間だからさ。え、塾の時間なの、しおりちゃん。うん、ちょっとまたね。え、待って、もうちょっと歌おうよ。帰っちゃうの。帰っちゃうの。いや、俺の歌があれかな、うますぎてちょっと次歌いたくなかったとか。最悪だ、多分。あ、このカラオケ終わったなと思って帰っちゃったんだよ。嘘、そういうこと。どうすんだよお前、こんな大部屋に2人でだって通されたんだもん、ここに3人で。最悪、青も帰ろっかな。もう帰る。だってしんちゃんの歌つまんない知らない曲ばっかりでつまんない。じゃあ何歌えばいいんだよ。もっとあるだろ、なんかボカロとかアニソンとか。知らないもん、俺聞いてないもん、そういう系。もうなんか趣味合わない。もうだって知らないもん知らないし。もういいよ、牛松屋行こう。牛松屋でご飯食べよう、お腹減った。ね、しんちゃんおごりね。なんで俺のおごりなの。俺が一番歌ったんだけど、むしろおごってくれよ。お会計しといて。お、君たち、はい、ちょっといいかな。誰。え、誰ですか。僕たちあれっす、知らない人に声をかけられたら逃げろっていう風に教わってる。あの、令和っ子です。え、変な人じゃないよ、大丈夫。葵ちゃん明らかに変なやつだよね。ちょっとさ、君たちしおりちゃんと仲いいの。仲いいですけど。仲いいけど、まあ仲いいっていうか、俺の、まあ、親戚のあの妹みたいな子だから。え、ほんと。おじさんさ、しおちゃんの大ファンなんだよね。大ファン。そうなんだ。どういうこと、大ファンって。え、怖い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 。ちょっとさ、しおりちゃんに会わせてくれない。お金くれたらいいよ。本当。いや、ダメだろお前。いや、ダメだよ、ふざけんな。何言ってバカバカ、怪しいだろ、どう見ても。お金くれたら。ダメ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 。っていうかさ、考えてみて、なんであんたみたいなおっさんにさ、俺の可愛いしおりちゃん合わせないといけないんだよ。ふざけんな、寄ってくんじゃねえよ。俺のじゃないだろ。俺、まあ俺の親戚の妹に。なんだこのクソガキども、言うこと聞けねえのか。合わせろって言ってんだよ。なんかめっちゃ怒ってんだけど、どうするの。怖っ。やめた方がいいっすよ、そういうの。警察呼べよ、警察。は、呼べるもんなら呼んでみろよ。ほら、ちょっとやばい、葵ちゃん、ちょっとやばい。ちょっと声かかわんとこ。すいません、変なおじさんいるんですけど。助けてください。なんか変な人います。違う違う、んだこの変質者。どっか行け、お前にしおりちゃん絶対合わせねえよ。どっか行け、どっか行け、どっか行け、どっか行け。こわ、何あのおっさん。でも金の匂いがしたのに。何言ってんだよ、バカか、お前。全部あの金につなげようとすんな。100万円くらいだったらよかったよ。いやいや、ダメ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 。もうしおりちゃんをあの金に変換しようとすんな、お前は。じゃあ牛松屋で手を打ってあげるよ、しんちゃん。なんで俺がおごんないといけねえんだよ。いや、のじさんの代わりに青におごってよ。まあ、とにかくちょっとあのおっさんに気をつけよう。しおりちゃん近づけさせないようにしないと。大丈夫っしょ。本当に大丈夫かな。まあいっか。すいません、
てりたま牛丼のキングサイズの大盛りで。食えねえ食えねえ、バカかお前。控えめにしろ。キングサイズの大盛り。やめろデブ。あのクソガキどもめ、あいつらがしおりちゃんと仲がいいのは分かったぞ。あいつらについていけばしおりちゃんの家が分かる。その後は…あおいちゃん、しおりちゃんち行こう。ねえ、ゴンザレスのさ、お散歩に最近行けてなかったから行こうよ、みんなで。いいねいいね、ゴンザレスお散歩行こう。お、いるじゃん、ゴンザレス、久々。すっごい角から見てた今。え、なんかビビってる、もしかして。ゴンザレス、しんちゃんのこと嫌いだって。なんでだよ。まあいいや、とりあえずあのしおりちゃん呼んでさ、遊び行こうぜ。ビーボンビーボン、しおりちゃん、頼むわ。遊ぼう、はい、あら、二人とも。ママ、しおりちゃんは？あ、ちょっとそれが今大変なことになってて。え、どうしたの？なんで？しおりが連れ去られたみたいなの。連れ去られた？え、どういうこと？なんか、知らないおじさんに連れ去られたらしくて。え、拉致されたってこと？うん、どうしましょう。葵ちゃん、知らないおじさんって絶対ほら、昨日のほらカラオケの前にいたおじさんだよ。確かに、あいつしおりちゃんのこと好きそうだったし、絶対あいつが犯人じゃない？やべえな、どうしよう。え、なんか居場所とかなんかないの？心当たりとか。全然わからない。まあそりゃそうだよな。え、どうしよう。え、ゴンザレスの花とか使えないの？なんか嗅覚とか。いや無理だろ。え、無理？そんな時はレレレレってらー GPS。 GPS？ 実はしおりちゃんの携帯についてるキーホルダーは GPS をつけた状態でプレゼントしたのでした。ふざけんな、何お前。しおりちゃんに GPS つけてんだよ。いや、すごいね、どこ行ってるかすぐ分かる GPS のキーホルダーを作ったの。まあまあ、でも確かに。でもそっかそっか、でもいいぞ。でもそれが役に立つ。あの、葵ちゃん、しおりちゃん探し行こうよ。 OK。 うんうん、よし、こっちの方だ。任せといて俺たちに。俺たちが絶対にしおりちゃん連れて帰るから。お願いね。よし、早く早く行かないと食べられちゃうよ。食べられるかな。いろんな意味でね、ちょっとそれは嫌だな。急げー。しおりちゃん、しおりちゃん、行ってお、え、ねえねえ、どうしたどうしたどうした、大丈夫？見て、これ痛い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 、おいおい、バカバカやめろって。なんでお前、自分が痛いって言うと俺させんだよ。ふざけんなよ。ん？ねえちゃん、こっち、こっち、なんかある。え、何あれ、行ってみよう。え、GPS もここら辺？しおりちゃん。この辺。ここら辺？ UFO じゃない？ UFO？ なんで UFO なんだよ。UFO とかいるわけねえだろ。あのおじさん宇宙人だったのかも。どんな設定なんだよ。え、とにかく急ごう。本当に、しおりちゃん、お、なんかしおりちゃんの声今聞こえた一瞬。ん？なんか、てぇーてぇーみたいな。じゃーん、しおりちゃんの声だ。しおりちゃんの声だ。急げ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 。しおりちゃん、しおりちゃん。お、でっか、なにここ、やこや、なんだこれ、秘密基地、アジト的な。誰か、本高から声がする。あおいちゃん、行ってみよう。しんちゃん、行ってみよう行ってみよう。しおりちゃん、あ、しおりちゃんいた。お兄ちゃんとおいちゃん。お、痛い痛い、殴んなってお前。感動の再会なのに。大丈夫？閉じ込められたら出して。え、あ、なんか変なおっさん、変なおっさんに閉じ込められたの。ダメだ、でも鍵がかかってるよ。え、マジか。え、ちなみにさ、その変なおっさんはさ、今いないの？うん、今いないみたいだけど。え、おじさん何？外行ったの？外？外出た？多分だけど、このそこにある地下に入ってった気がする。ここか。
じゃあこっちに鍵もあるかもしれない。葵ちゃん、おじさんが鍵持ってるのかも。そういうことか。どうしよう。弱そうだよね、あのおじさん。しおりわかんない。いや、わかれよ、それぐらいわかるだろう。わかんないだろ。でも昨日のあの感じだったらさ、俺たちも倒せそうじゃない、あのおっさんなら。警察呼んだ方がいいよ。いやでもさ、ほらしおりちゃんこれ以上目立ったらまた変なおっさんに連れて行かれる可能性あるよ。そんなことある。うん、俺たちが守ってあげようよ。しおりちゃん任せて、俺たちが絶対に鍵持ってきてあげるから。うん、早くして。いたいたいた。なんでだ、助けてあげようとしてんのに殴んなよ。ゴーシンちゃん痛いな。なんでだよ、この話に。俺の周りの女みんな暴力的なんだけど、男に優しくしろ。しおりちゃん絶対助けるからね、青が。青がってなんだよ。俺もだよ、俺も助けんだよ。行くよ、早くして。役立たず。役立たずってなんだよ、ひどいな。じゃあね、行ってくるよ、しおりちゃん。うん、よし行こう、葵ちゃん。すごい、秘密基地みたいになってるよ、しんちゃん。どういうこと、待って、怖いんだけど。ほら行け。待って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 、いやいやいや、怖い、やめてやめて。あのおっさん何者なんだよ。まあいいや、とにかく行ってみよう。僕があのおじさんのアジトなんだ、行ってみよう。よし行くぞ。くっそー、あのおっさんどこだ。ずいぶんと地下深くまで来たみたいだけど、どこなんだろう。どこだか、すごいな、あのおっさん。あ、しんちゃん。なに、あ、扉だ。なにこれ、行ってみよう。うわぁ、なにこれ、マグマがめちゃくちゃあるんだけど。見て、葵ちゃん、おっさんいるよ、奥に。本当だ。おい、おっさん、なんでお前こっち来い。鍵よこせ。来れるもんなら、おっさん向こう行ったわ。やばい、葵ちゃん。行っちゃって、早く行かないと。急がないで、急がないで。でもこれ、マグマ、おい、ざけんな、おい、おい、何してんの、早く来ないと。何してんのって、お前頭おかしい。お前が落としたんだろ、今明らかに。急がって、急げって。いや、ちょ、慎重、慎重に行こう、慎重に行こう。やばいって、めっちゃ怖いんだけど。危ないって。何、来んなって、無言で。おい危ないって、何してんの。無言で来んな。やばいよ、葵ちゃん、これミスったら死んじゃうよ。ここ、サンマスジャンプだよ。マジ行ける。いけない。いけないんかい。行ってきて。よし、行くぞ。よし、オッケー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 。大丈夫そう。大丈夫。うん、大丈夫そう。あ、ごめん、あ、滑ってか。うわーい。もう何やってんの。ちょっとやめよ。今しおりちゃんを助けるのが優先だって、葵ちゃん。お前だろ、ね、叩いたの。いや、お前がそれ叩いたからだろ。早く、しんちゃん急がないと。やばいやばい、おっさん逃げちゃうって。危ない。早くしんちゃん。よしよしよし、オッケー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 。よしよし、走れ。ダダダダダって、そこ行くぞ。うん、はー、よし、はー、よし、危ねえ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 、いいぞ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 。よし、行くぞ。おい、あー怖い。おい、よし、いや怖いって、何が怖いかっていうとさ、葵ちゃんに殴られないか怖い。はい、おい、よし、行くぞ。オッケー。あー、葵ちゃん、葵ちゃんが消えた。しんちゃんに押された。嘘、押してねえよ。違う、同時に飛んだらしんちゃんに押された。けどさ、あいつさ、しおりちゃんのことそんなに好きなのかな。ファンなんだって。でもさ、何しようとしてんの、あのおっさんは。しおりちゃんで、うん、ペロペロするペロペロ。うん、大丈夫それ、うちのチャンネルでそんなこと言って。じゃあベタベタ触るんじゃない。あ、危ない。ベタベタ触るのもやだな。あー、おいちゃん、おい、もうちょっとガチでやろう、ガチでやろう、ガチでやろう。ちょっと真面目にやろう。やっぱしおりちゃんのことペロペロするのかな。ペロペロするんじゃない。もしかしたら葵ちゃんもペロペロされるかもよ。いや、青がペロペロする。葵ちゃんがペロペロするの、あのおっさんを、うん、おじさんの、そう、おじさんを。いきます。はいはい。あ、待って、まず、なんでこんなクソ簡単そうなのできないの。しーちゃん早く。やばい、急がないと。しんちゃん、
待って、しんちゃん早く、よしよし、いきます。しんちゃん2本目狙った方がいいよ、2本目。あ、そういうこと。うん、あ、待って、むずい。もう違う、2本目って言ったのに。よし、じゃあいくよ。うん、2本目だよ、2本目。はい、ダメでした。ギリじゃったろ、どう考えても。よっしゃ、絶対成功させるぞ。しろ。よし、まずここ OK、 ここから行くよ。よっしゃ、待って、今乗ったのに絶対。くそ、早く来いって、何やってんだよ。行くよ、行くよ、行くぞ。待って、俺、あ、俺、OK、OK、体力あるよね。よし、行きます。OK、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  多分俺キーボードが悪い気がする。いや、言い訳しないで。 OK、来た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 、早く行くよ、早く行くよ、しんちゃん。急がないと。急げ急げ、しおりちゃんの産地が下がっちゃう。いや、もう青たちの産地も下がってるよ。お前、ちょっとゆっくり行って。あー、おいちゃん、しんちゃん、よっしゃ、おいちゃん、あそこ難しい。もう待ってよ。おい、なんで押した。いや、もう違う、あそこ難しいって言おうと思ったら前に出てきたんだよ、しんちゃんが。よし、そこ頑張れ。はい、あ、ナイスナイスナイス。お、いいね、うまいうまいうまい、いいよ。よし、来い、行くぞ、来い来い。やめろって、やめろ。行け、先に。もう危ねえんだよ。よし、行くぞ、てっ、よし、早く早く。あ、え、あおいちゃん、よし、いいぞいいぞ、あおいちゃん、行くよ、行け行け行け。はい、ナイス、よし、オッケー。あー、大変だった。よしよし、行け、急げ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 、行くぞ行くぞ行くぞ。まだ奥続いてんの。いない、なんか部屋があるよ、また行ってみよう、行ってみ行ってみよう。おっさんいるかも。よし、おっさん、おい、出てこい。あ、いたいたいた、おっさんいたよ。おい、追い詰めたぞ、おっさん。しおりちゃんを解放しろ。よくここまで来れたな。よくここまで来れただと。もう袋のネズミだぞ、お前逃げれないだろ。そうだ、鍵返せ。どうだ、あ、あれじゃない、おいちゃん、あの箱の中に鍵入ってんじゃない。お、よし、取ってやる。簡単には渡せないぞ。おい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 、おい、お前さ、なんなの、しおりちゃん、どうするつもりなの。しおりちゃんは俺の嫁にするんだ。嫁？無理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 、俺とおさん、親戚になっちゃうじゃん。いいだろ、別に。よくないよ、お前もなんか言えよ、お前、黙ってないで。いや、年の差婚も流行ってるから、最近。いやいや、認めんな、認めんなって。そうだ、誠実にお付き合いしてからにしろ。そうだ、付き合うために閉じ込めたんだぞ。では、監禁だろ。そうだ、勘違い男、いい、勘違い男、いいのか。お前みたいなおっさん、俺たちこの二人の若者の手にかかれば、鍵なんて無理やり取ってもいいんだぞ。違うぞ、一人の美少女と一人のおじさんだぞ。誰がおじさんだよ、ふざけんな。お前、落とすぞ、お前そこに。やめろって、いいか、今喧嘩してる場合じゃないって。へへへへ、本当にそうと言えるかな。え、私の本当の姿を見せてやろう。え、どういうこと。何言ってんだこいつ。本当の姿、何言ってんだこいつ。うおー、え、うわー、うわー、え、なに、え、なにこいつ、キモ。え、ナッシー？すごい、おしゃれな服だ。いや違う違う、そこじゃない、そこじゃない、見るとこ。おいおいおい、やばいって、あおいちゃん近づいた、やばいよ。おしゃれな服ですね、いいな。近づくな、痛い、やばい。あおいちゃん、ちょっと距離を、距離を置こう。やばいよあいつ、すごい顔3つだし。どういうこと、おっさんが進化したってこと。おー、すごい、私の本当の姿だ、アローラの姿だ。いやいや、全然可愛くないから、違うから、おじさん。すごい、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 す
待って、葵ちゃんどうしよう、あいつまずいって。しんちゃん、なに。はい、一回ちょっとすみませんでした、出直してきます。すみませんでした、出直してきます。出直してきます。しんちゃん、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 これと、あと、なにこれ、なに、これ、はい、あと、あと、なんでこれ持ってんの。あと、はい、これと、はい、これ。なんでこれ持ってんの、こんないろいろ。いや、なんか、あとこれもあげる、はい。ナイフとか持ってんの。いや、すごいな、すごいな、めちゃくちゃ持ってるじゃん。よし、じゃしんちゃん、行くぞ。お前の何それ、その可愛いやつ。白熊くん3号だ。ハッピーハッピーハッピー。白熊くん3号。うん。いや、でもこれなら倒せそう。よし、行こう。おい、おっさん、見てみろ、おっさん、この銃を。何、どうだ、どうだ。でも弾くぞ。くそ、葵ちゃん、どうだ、どうだ。強くね、強くね、めちゃくちゃ。どうだ、どうだ。俺は倒してないぞ。え、お前ふざけんなよ。おい、お前か。あれ、おい、仲間割れしてる場合じゃないって。もう、いや倒さないと。でも聞いてない、葵ちゃん、あいつ全然。あのおっさん、最終形態の姿、やばい、全然効かないじゃん。くそ、やばい、やばい、なにこれ、なにこれ、熱い、熱い。いや、待って、おっさんのアローラの姿さ、強すぎ、強すぎ、強すぎる、強すぎるって。やばい、やばい、やばい、痛い、痛い。あー、しーちゃん、待って待って、どうしよう、どうやって倒す、あいつ。しーちゃん、グレ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 投げよ、グレグレか、グレ行くぞ。ほら、聞いてない、聞いてない。ほら、おい、どこ投げてんだお前。なに、ほら、服が、これだ。よしよしよし、服脱げた、お色気シーンだ。いいぞ、これどうだ、これ、これは、これは、これ何、これ、これ、これだ、いって。やばい、やばい、いけいけ、おっさん、くそ、グレ投げろ、グレ投げろ。やば、なくなった、グレなくなった。うわー、やだこれ。くそー、やばいって。ほらほらほら、何がどうなってんだ。だいぶダメージ与えた？まだ生きてる？ほら、くそ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 。ほら、ほら、撃てー！撃て撃て！やばいやばい、飛んでる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 。なんで全然聞いてない？聞いてはいる？やばい、あの葉っぱで防がれてんだ、しんちゃん。後ろから攻撃しないと。オッケーオッケー、協力しよう、協力しよう。俺後ろ回るわ。後ろ後ろ後ろから挟み込め。おい、おじさん、こっちだぞ。ほら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 。よし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 、どう、聞いてる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 、やったやったー、しんちゃん倒した、やったやったー。おーい、おい、バカ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 、ふざけんな。やったー、あっち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 、何してんの。やったー、でも倒せたね。よし、しんちゃん、早く鍵取って、鍵鍵鍵。やばい、強かった、おっさん。鍵取ろう、鍵。あ、入ってる、鍵。あっち、オッケーオッケーオッケー。あっち、あっち。よし、ちょっと戻ろう、戻ろう。よし、戻ろう。いや、待って、これ戻るのも大変なんだけど、葵ちゃん、これ。大丈夫、頑張ろう。大丈夫はねえだろ、お前。よしよしよし。頭上には気をつけた方がいいよ。おい、狙うんじゃねえよ。これ、やるのか、俺やろ。おーとかつかいつ、あの女、絶対許さねえ。早く、しおりちゃんが。よしよしよし。助けないと。行こう行こう行こう。行くぞ、しおりちゃんが。行くぞ、精神的に病んじゃう。うわー、よし、行くぞ、しおりちゃん、待ってろー。葵ちゃん、しおりちゃん、早く早く、急げ急げ、しおりちゃん、しおりちゃん、鍵持ってきたよ、しおりちゃん。お兄ちゃんと葵ちゃん、ありがとう。いや、もう大変だったよ。早く早く、なんかおっさんがね、なんか変な形になってさ。え、どういうこと。持ち上がる、お前ら。まだ生きてたのか。何、この化け物。しおりちゃん、こいつおっさんだよ、こいつおっさん。しおりちゃん、僕だよ。おじさん、僕だよ、僕。え、どういうこと。おい、おっさん、近づくんじゃねえ、お前。なんでしおりちゃんのこと拉致したんだよ。え、それは。コンビニでも寄ろうかな。待ってください。
待ってください。僕はね、これ、これ落としましたよ。これ私の財布。そうですよね。この辺で落としましたよ。このスタコラーバックスの前で落としましたけど、これ おじさんのですか？うん、そうだよ。ありがとう。はい、これ気をつけてくださいね。なんて優しい。中身確認してください。一応おー、全部入ってる。本当ですか？よかった。うん。え、なんで盗もうとしなかったの？なんでですか？だっておじさんのものですよね。はあ、なんて優しい子なんだ。ありがとう。君、名前は？え、私、しおりって言います。ああ、しおりちゃんね。いくら欲しいのかい？え、いらないですよ、金なんて。え、私ただ塾行く途中だっただけなので。ああ、そう。なんて優しい子なんだ。いえいえ、そんな泣かれても困りますよ。しっかり持っててくださいね。じゃあ、しおり塾行くんで気をつけて。うん、バイバイ。しおりちゃんか、好きになっちゃったな。え、しおりちゃんが財布拾ったことで好きになったってこと？そうだ。うわ、小学生みたいな理由だな。やべえぞこいつ、やばすぎるだろ。え、それ本当なの、しおりちゃん？確かそんな記憶あるような、ないような。でも本当に親切でしただけだから、こういうのは困るかな。ほら、困ってるぞおっさん。しおりちゃんが、お前行き過ぎてんだよ。うそー、なんで？なんでじゃねえだろ、分かってんだろお前。どうだ、気持ち悪いんだよお前。そうだ、気持ち悪いんだよお前。ほらー、ふざけんじゃねえ、この野郎。よし、一件落着だ。ねえ、鍵開けて、鍵早く。あ、そうだ、鍵開けよ、鍵開けよ。よし、オッケー。あ、ボタン出てきたよ、葵ちゃん。オッケー、よし、しおりちゃん、出てきて、出てきて。あ、よし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 、オッケー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 。ありがとう。よし、じゃあしんちゃん。なに？バイバイ。バイバイ、どういうこと？バイバイ、お兄ちゃん。おーい、なんでだよ。変態。よし、しおりちゃん帰ろう。うん、帰ろう。男はみんな変態だよ。よし、そうだよね、やっぱり。うん、そうだよ。帰ろう、しおりちゃん。